吉原です。寒くなったね。僕の方はね、おかげさまで少しずつ仕事が増えてきて、まだ全然以前の半分以下なんだけれども、だんだん増えてきました。今日もね、2本、ライブがあります。ただね、僕が出かけていくときに気をつけなければいけないことがあって、忘れ物が僕は半端じゃなく多かった。子供の時からね。それでね、僕のカバンの中にはほぼ全てのものが入ってる。必要なもの、必要でないもの、必要になるかもしれないもの、全てが入ってて、カバンはパンパン、車の中もパンパンだったりする。でもそのぐらいやらないと僕は忘れ物がひどいんだ。ある時なんかね、言いたくないけど現場に楽器を忘れてきちゃったことがある。違う。現場に行くのに楽器を持って行かなかったことがあるんだ。これって致命的だよね。その時どうしたかって、全部歌でやった。まあそれはいいんだけどさ。今日ね、僕の友達が、仕事を辞めなければいけなくなったっていう話をします。それは、彼女は学習障害、発達障害の子供たちに教える仕事をしていた。発達障害ってわかる？僕みたいな注意欠陥とかそういう人たちのことを言うんだけれども、もう生まれながらにして脳にね、ある欠陥があって、普通の人と同じように見えるけれども、ものすごく忘れ物が多かったりとか、あるいは人間関係とかね、対人関係に支障をきたしたりとか、いろいろ人それぞれに症状が違うんだけれども、まあ自閉症的なものであったりとかね、そういう人たちを教えるところに勤めていた。実は彼女もそうなんです。でもね、何ヶ月か前にそこに就職することができて、私これ転職かもしれないっていうふうに喜んでいた。彼女は持ち前のバイタリティで生徒たちに体当たりでぶつかっていって、そして一人一人の心を開いていった。しかし彼女には資格がなかった。だからそこの施設も経営難だということで、残念ながら資格がない彼女が辞めなきゃいけないということになっていた。職員さんたちもみんな彼女のことが大好きで、一番いてほしい人というふうに言っていたのに、やっぱり資格がない。だから彼女は涙を飲んでそこを辞めなきゃいけなくなった。今日も泣いてるって言ってた。でもこの歌を歌ってくださいっていうリクエストがあったから、僕は心を込めて歌いたいと思う。ありがとう、さようなら。ありがとう、さようなら、友達。一つずつの笑顔弾む声、夏の日差しにも冬の空の下でもみんな眩しく輝いてた。ありがとう、さよなら、友達。ありがとう、さよなら、教室。走るように過ぎた楽しい日、思い出の傷が残るあの机に、誰が今度は座るんだろう。ありがとう、さよなら、教室。
先生叱られたことさえ温かい新しい風に夢の翼広げて一人一人が飛び立つ時ありがとうさよなら先生ありがとうさよならみんなみんなありがとうさよならみんな